こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、シェイクのパターンっていう、シェイクっていうのはまあこれのことなんですけど、こういうシェイクのパターンね、最近っていうか、まあ昔からそうですけど、すごくよく使われてます。特に最近だと、グレンゲなんかで使われてるんですけど、あれの時にこう、この2拍4拍の音とこのゴーストの音をちゃんと使い分けできてますかっていうお話ですね。で、2拍4拍っていうのはロックの場合は、基本はこう、スティックをここをね、ここの縁のリムに当てて、で、握り込むんですよ。もう体重乗せちゃって。で、これ僕がよく使ってるスティックなんですけど、そうすると、ここがえぐれてくんですね。なので、スティックって、まあ、こういうとこもそうなんだけど、基本はここで折れるんですよ。こういうね。で、ロックの24っていうのは基本このリムショットなんです。で、ちゃんとね。で、それがみんな優しい子だと、こうなってしまうんで、2拍4拍を。で、あとは、グレンゲの場合は思い切ってシブが鳴ってるので、これあダウンアップを、でグレンゲの場合は2拍の裏のシンコペーションの、これはアクセントつけといて、この歌ドンタンの方にアクセントつける人もいます。ダウンアップもつけてっていう風ですね。別にこれはこれでありですよね。なので大事なのはコントロールできてるかどうかですね。2拍4拍だけっていう風につけてるのか、シンコペーションとかをちゃんと左手で出すのかっていうことですね。というわけで、ドンとタン、ツタツタドンタンに対しても、普通に、全部ゴーストで、2の裏の方がシンコペーションで、3の裏がシンコペーション、っていうふうに、まあ少なくともこれぐらいの使い分けあって、あと足をいろんなところに入れておくと、いろいろこのシェイクのパターンだけでも、あとはダウンアップを、でやるかっていうところで、いろいろ表情がつくと思うんですね。2拍4拍命なんで、この音色がすごくこうちゃんと重たいところで、重たい音色で入ってるかどうかっていうのはすごい大事だと思います。というわけで、シェイクのパターンの使い分けでございました。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方で、ぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて、毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。